F1 の激動する世界において、ドライバーの移籍やチームの編成は毎シーズンごとに大きな注目を集める話題です。特に日本の F1 ファンにとっては、角田博士氏の動向は常に注目の的となっています。今年レッドブルの新チームがセルジオ、テレスとの契約を延長したことで、角田のレッドブル昇格の夢は消滅しました。しかし、 そのことが新たなチャンスを生むかもしれません2026年から参戦するアウディが角田獲得に本腰を入れているという情報が流れているのです。このビデオでこの最新の状況について詳しく分析し今後の展望を探ります角田博氏はその才能と努力で F1 の世界にその名を刻みつつあります彼のキャリアはカートから始まり FIA ・ F2 での輝かしい成績を経てついに F1 へと到達しましたレッドブルの育成プログラムを通じて2021年にはアルファタウリから F1 デビューを果たしました彼のデビューシーズンは荒削りながらもその速さと闘志が評価され将来のスター候補として期待されましたレッドブルは常に若手ドライバーの育成に力を入れており 角田もその一環として期待されてきましたしかしチームの戦略は時として厳しい決断を迫ります今期限りで契約が切れるセルジオペレスとの契約延長が発表されたことで角田のレッドブル昇格の道は閉ざされましたさらにレッドブルの代表であるクリスチャンホーナー氏はダニエルリカルド・トリアム ローソンを来季のドライバーとして優先する意向を示していますアウディが2026年から F1 に参戦することはモータースポーツ界にとって大きなニュースですアウディはすでにザウバーに多額の投資を行いその上で新たなドライバーとして角田に注目していると言われていますアウディはカルロス、サインツにもオファーを出しましたがサインツがウィリアムズ入りに傾いているとの情報もあり 角田獲得に本腰を入れる可能性が高まっていますアウディが角田を欲しがる理由は単なる実力だけではありません角田の若さと成長ポテンシャルはもちろん彼の日本市場における人気も無視できない要素ですアウディは新規参戦に伴い世界中でのブランド認知度を高める必要があり日本市場へのアプローチは非常に重要です 角田をチームに迎え入れることでその目標を達成する一助となるでしょう角田がレッドブルグルークから退団するには何らかの違約金が発生する可能性がありますしかしアウディはその支払いを厭わないほどの決意を見せていると言われていますこれはアウディが角田に対してどれほど高く評価しているかを示すものであり 彼の自由を確保するために積極的に動いている証拠です。著名な F1 ジャーナリスト、ジョー・サワード氏も自身の SNS で角田のアウディ移籍の可能性について言及しています。彼は、レッドブルがリアム、ローソンとライキのドライバー契約を保証していることから、角田がアウディに移籍する可能性が高いと指摘しています。また、A メディア、F1 オーバーステアも、 アウディがツノダを獲得することでチームの展望が強まると報じています。ツノダがアウディに移籍することは F1 界に大きな影響を与えるでしょう。彼の移籍はアウディのチーム編成における重要な一手となり他のチームにも波及効果をもたらす可能性があります。また、ツノダ自身にとっても新たな環境での挑戦はさらなる成長と飛躍の機会となるでしょう。 日本の F1 ファンにとって角田のアウディ席は大きなニュースです彼の成長を見守り応援してきたファンにとって新たなチームでの挑戦は期待と不安が入り込んじるものでしょうしかし角田の持つポテンシャルとアウディのサポートがあれば彼がさらに高みを目指すことは間違いありません 角田敦のレッドブル消火器消滅というニュースは一見すると挫折のように見えるかもしれませんが実際には新たなチャンスへの扉を開くものである可能性がありますアウディが彼を獲得するために本腰を入れているという事実は角田の才能と可能性を高く評価していることの証です F1 界は常に変動し続ける世界でありその中で角田がどのように自身の道を切り開いていくのか 今後の展開に注目が集まりまりす彼の新たな挑戦が成功することを期待し多くのファンが応援し続けるでしょう。